はい、皆さんこんにちは。みなみちゃんことみなみまいです。本日は以前ね、夜観覧車乗る動画出したと思うんですけど、今日は昼間に観覧車に乗ってみようというリベンジ企画をねやっていきたいと思います。じゃあ早速ね、チケットも買ったので乗っていきたいと思います。今日も頑張っていきます。レッツゴー。お昼間だから、結構怖くないですか、ところ。めちゃめちゃ景色いいですね。絶景すぎる。綺麗。でもちょっと怖いかも。なんで怖いだろう。すごい。また海綺麗だ。見えますかね、めっちゃ綺麗。もうちょっとで、ね、目につきそうです。あーすごーい。うわー怖い。なんで怖いんですかね、本当に。まずやっぱり皆さんにレポートしなきゃいけないっていう使命感から、こうやって外を見渡すから怖いのかもしれないと思いました。わーてっぺん。わー普通に早く終わってほしい。はい、じゃあてっぺん前になったら、10秒で目をつぶって手を開けて、景色をね落としていきたいと思います。わー、ポーツシティヨガ。じゃあちょっと怖さを紛らわすために大きな声で10秒間数えてカウントダウンしていきます。10 9 8 8 Cosmo Clock 21 is also certified by the Guinness World Record as the world's largest giant Ferris wheel equipped with a clock. A large digital clock is 4 meters long. まだ寝てないでめちゃなかったけど、あーすごい綺麗。東京タワーとか見えそうだけど、どこなんだろう。このアングル怖いかも。度胸試ししてます一人で。わー結構下まで来たので、もう怖くなくなりました。本当に観覧車はなんかじっくりじわじわ怖いので、本当拷問みたいだなとは思います。じゃあ今日は観覧車にね、またお昼間チャレンジしてみました。今日乗ってみて、やっぱり私観覧車嫌い、怖いわって思ったんですけど、でももう2回も乗ったから、これから乗れるような気がしてます。で今日の動画の方、高評価、チャンネル、コメント待ってます。ひなみちゃんことひなみまいでした。頑張ったからコメントください。じゃあねー。